石丸新次8月12日隊は、日本の政治家。広島県秋田方市長。広島県秋田方市吉田町生まれ。秋田方市立吉田小学校。秋田方市立吉田中学校。広島県立祇園北高等学校。2006年、京都大学経済学部卒業。2006年、三菱 UFJ 銀行に就職。2014年、分析。 予測の専門家の初代ニューヨーク駐在として赴任。2020年7月3日、前年の参院選広島県選挙区をめぐり、河合克行衆議院議員から現金計60万円を受け取ったことの責任を取り、秋高田方市長の小玉博氏が辞職。同年7月5日、 副市長の竹本邦承が児玉の辞職に伴う市長選挙に立候補する意向を固めたことを地元新聞社が報道。7月7日、市長の辞職を受けて副市長が立候補を表明した。他に立候補を表明している人はいないと伝えるニュースを失態しまるは立候補を決断。翌7月8日に退職願いを提出した。7月22日。 正式に出馬表明した。対抗馬の竹本は、政治不信を招いたと小玉を批判する一方で、事務所開きに招き、出席した小玉は挨拶で、竹本は後継者ではないが、託せる人だと述べた。同年8月9日に行われた、市長選挙で竹本との一騎打ちを制止初当選した。当日有権者数、23,696人、最終投票率。 56.98%2021 年1月4日、副市長の全国公募を開始。秋田方氏は、任期4年、月額給与70万円を提示した。2月1日、市は、目標の4倍以上となる4115人から、応募があったと発表した。3月1日、全国から公募した2人目の副市長に、一般社団法人、 RCF 職員の4等な月を内定したと発表した。定例市議会に副市長の人事案を追加提案したが3月10日、同人事案は議長を除く賛成7、反対8の1票差で否決された。選任案をめぐっては、否決を受けて結成された市民グループが石丸や市議から敬意を聞く市民対象の意見交換会を開いたり、 選任案が再提案された場合に賛成するよう、市議に求める署名を集めたりする動きが出た。同年5月25日、石丸は、否決された4トーナツ期について、臨時会を招集して、選任案を再提案すると表明した。6月2日に行われた、臨時会で副市長選任案は、賛成後、反対10の大差で否決された。2021年2月、 行政が関与し男女の結婚を後押しする婚活事業を本年度限りで打ち切りを決めた。中止の理由として石丸はそもそも結婚という極めて個人的な話に公が関与する理由はないことや性的少数者への配慮などを挙げている。2021年10月1日、LGBT など性的少数者のカップルが婚姻と同等の扱いを受けられる。 パートナーシップ先生制,制度を導入した。ありがとうございます。